こんにちは。本日はソロ登山用の超軽量ガスバーナーを買うときに、スノーピークとこのプリムスのガスバーナーで迷ったという話をしたいと思います。どういうところで迷ったか、なぜプリムスに購入したかっていう理由をお話ししたいと思います。ガスバーナーの軽量モデルは各メーカーからそれぞれモデルが設定されてるんですけども、その中でダントツで軽いのがプリムスとスノーピークの軽量ガスバーナーなんですね。重量がどちらも 50g 台です。でスノーピークの、軽量モデルっていうのが 56g、 プリムスの、これですね、この軽量モデルが 57g なんですね。でスノーピークの、軽量モデルは 50g で世界最軽量、となってます。重量としては 1g 差なので、どちらももう最軽量っていうことになると思います。でなので私はその2つの最軽量モデルで悩むことになりました。まあ、登山用品としてのイメージというかシェアとしてはプリムスの方があって、こちらの方が信頼性あるのかなという印象だったんですけども、やっぱりスノーピークっていうのはなんかおしゃれな感じがして、ガス管なんかもデザインがシンプルでおしゃれなものがあるので、その点でも悩みました。でまたですね、スノーピークの方が最大出力が2800キロカロリーってことで、プリムスのバーナーより、高出力だったので、スペック的にもいいところがあるなと思って悩んでいました。それでスノーピークと、プリムスで、どっちにしようかと悩んだんですけども、最終的に私はこちらのプリムスの方を購入しました。でその最大の理由は、ここですね、着火装置の有無が最大の選択の理由でした。実はですね、スノーピークのバーナーには圧電着火装置、このカチカチする着火装置がついていません。この圧電着火装置がついていないと、結構めんどくさいと思います。これがついていないと、こういった、ライターとかマッチが、着火に必要になります。これを忘れると、まあ、ライターとかマッチないと、まあ、着火できないっていうことになってしまいます。私はタバコを吸うので、まあ、ライターを持っていないっていうことはないんですけども、それでもやっぱりバーナーに着火するときに、例えば座った状態とかでライターをズボンのポケットから出したりするのって結構めんどくさいんですよね。着火するまでの動作が一つ、これを出して、つけるっていう動作が、確実に増えるっていうのは不便なポイントだと思います。でなぜこのスノーピークにはのバーナーにはこの着火装置がついていないかというと、スノーピークの言い分としては、スノーピークは壊れる製品をは作らないっていう、理念があるそうなんですね。で、この圧電着火装置カチカチっていうこの圧電着火装置っていうのは、結構壊れやすいって言われてます。なので、スノーピークはこの着火装置をつけないようです。でまた、この、まあ、着火装置、これくらいの小さい部品なんですけども、一応これが なければ、その分軽量化にも寄与すると、まあ、軽量化もできるっていうことで、つけてないみたいです。まあこれ明らかに 1g 以上ありますからね。これをまあ外せば、プリムスよりも 1g の軽量になって世界最軽量になれると、まあ、多分 1g 以上ありますけどね。でもだからといって、やはりこの圧電着火装置がないのは非常に不便だと思います。確かによく言われることで、圧電着火装置っていうのは調子が悪くなることが結構あります。特にですね、 2000m とか高い山の上だと、気圧のせいか寒さのせいかは分かんないんですけども、圧電着火装置カチカチやってもなかなか着火しないっていう状態になることがあります。これはですね、電子式のライターでも同じなので、山に持ってくライターっていうのはこういうプリント式、火打ち石がついていて、この火花を飛ばすタイプがいいって言われてますね。なのでこの圧電着火装置っていうのは調子が悪くなる時も確かにあるので、予備の着火装置として、ライターですとか、マッチを持っていくのは、まあ、登山では基本なんですけども、まあ、それはあくまでも、こいつが使えない時、着火装置が使えない時の、予備であって、大体の場合は圧電着火装置は機能します。やっぱりこれがついてる方が圧倒的に便利なんですね。まあ、押すだけで着火できますし、このままガスのつまみを回してすぐに着火することができます。で何よりも、この装置単体で着火から、完結できるっていうのが、やはり安心です。特にプリムスのバーナーは
着火装置の構造が工夫されていて使いやすいです。このですね、ガスの調整つまみをこの押し込むことで、これが調整つまみですね、これを押し込むことで、この圧電着火装置を、操作することが、できます。なので、着火までの操作がですね、つまみを回してガスを出してこのつまみを押し込むというふうに、スムーズにできるように工夫されていると思います。これが、EPI ガスとか、シンフジバーナー外の製品だと、単にこの着火装置が、このつまみとは別のところについていて、カチカチってできるだけになっているので、これが同時につまみを回してそのままつまみと連動して、同時に扱えるっていうのが、このプリムスのガスバーナー、最軽量のガスバーナーの特徴だと思います。これ別々のところについていると、この両手で扱わなければ両手で扱わなければいけなかったりとか、こうつまみを回してちょっと手を持ち替えて押すとかっていう必要が出てくるので、このままスムーズに着火操作ができるっていうのは非常に便利だと思います。でまたですね、このプリムスの、着火装置、こういう厚手の手袋をしてたとしても、このつまみの部分を押すので、ここを押すのは結構ここを押すのは難しいんですけども、この太いつまみの部分を押すのは、結構やりやすいです。はい、まとめると、私がスノーピークではなく、プリムスのこの最軽量ガスバーナーにした理由は、圧電着火装置の有無です。着火装置なんてどうせ壊れるし、調子悪いとつかないんだから、そんなものもともといらないんじゃないかという、圧電着火装置不要論みたいなのを見聞きしたことはあるんですけども、やっぱりこれついてると、着火が本当、すぐにできて、これでこうでつくんで、わざわざこのライターつけてとかっていうのが、ライターでつけるとこういうことになるんですけども、この動作がいらないっていうのはやっぱり単純に便利です。で万が一つかないことがあった時に初めて、この着火装置が調子悪ければまあライター使えばいいわけなんですけども、ライターとか探すのが、やっぱり手間だったなっていうのが実体験としてあります。なので、私としては着火装置がついてないスノーピークっていうのはスロット残用のガスバーナーとしてはちょっと選びづらいなっていうのが私の考えです。まあ、他にもすで、にプリムスのガスバーナーを持っていたので、まあ、ガス管が共通で使えるっていうのとか、登山用としてはプリムスの方が、使ってる人が多そうなイメージでしたので、ガス管の入手性とか、人と共用、まあ、まあソロ登山なんで共用することもないんですけども、共用することも、しやすそうだったというのもあったんですけども、やはり着火から燃焼まで単体で完結できるっていうのが、最大のポイントだったかなと思います。はい、以上私の、経験談でした。ご参考になれば幸いです。本日は以上です。ありがとうございました。